ステラーブレイド、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、過去の世界に思いを馳せた後からですね。開けよう。上の方だから安全だと思って住んでた人がいたのかな。取れる？これ、いけるね。降りれる？これこっち行けるか。やっと。危な。はい、これどっから？いける？これ、いや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 、これ、え？いけるか、どっか、これ。怖っ。戻るか。わ、ちょうどいい。ネギョヘ212の疑問。ネイティブは恐怖を知らない。恐怖は自意識から発生するものじゃないのか。つまり奴らは生きていないってことなのか。ネイティブはどこから来た？なぜ人間を攻撃する？まるで本能に刻まれた命令を遂行しているかのようだ。やっぱ、あれなのかな？なんか、マッチポンプみたいな感じなのかな？ほんと、毎回思うけど、荒い。もうちょっとさ、人差し指で押しな。そのダンってさ。いや、硬いのかもしれんけどさ、それ。え？おう、君か。はい。はい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 。はい。こっち。あー、でかいのがいるな。よいしょ。はい。よし。ここは特になし。向こうか。これは、どうしたもんかな。行った！よいしょ。やばっ。ちょ、待って、2体はなしだって。俺、やった、やばい。ちょっと待って、危ないでしょ。はい。やばい。死なない？大丈夫。大丈夫。危ない。いや、本当に危なかった。アテナ82の命令。コードネームギガスがついに発見された。これより座標を共有する。ギガスは我々がこれまで遭遇したどのネイティブより強い。チームアテナ、準備ができ次第ゲームに急行せよ。これが次のボスか。ギガス濁点ついてると強そうだよな。キカスとかより絶対強いもんな。ギガスの方がな。いった、マジか。あれ、あのタイミングで防御してたらダメなのか。もう、ほら、よし、回復がもうない。でも、あるにはあるんだけどさ。この辺ね、持続とかね。高濃度を持ってるけど、あんま使いたくない。登れないのか、これ、上。無理か。敵がいる。敵がいるね。痛い。ほら、はい、危ない。よし、回収しよう。
キャンプ欲しいな。一回キャンプ行きたい。クレーン。いけるか。ん？あそこか。やば！あぶねえ。え？どう行くのこれ。こうか。あ、ここ？一回降りる。よし。下か。お、いいね。ん？あ、なんか あるのに。あ、いける？あ、いけるな。よし。これでもこっから、どっか行くのは、無理か。もう紐んとこ戻れないよね。戻るか。とりあえずキャンプがそこにあるから、行っちゃおう。ここ拠点に、いろいろ見回るんだろうけどな。先に来ちゃったよ。ナノスーツを作成できる。あ、色違うやつだ。いいね。作ろう。これ性能変わんの？変わんなそう。変わんなそう。あ、攻撃力アップ。いいね。とりあえずこれはこれで。で、休もう。アダム、一つ聞いてもいい？なんだ？ハイパーセルだけど、今まで記録保管庫を稼働させてたってことは、相当なエネルギーが詰まってるの。なあ、フュージョンセルよりもはるかにな。じゃあ、それだけのエネルギーを何に使うつもり？まあ、その、話すとかなり長くなる。詳しくは、合流してから話そう。じゃあ、後で聞かせて。濁すの怪しいからやめてほしい。信用したいんだよ俺は。スキル強化しようか。違う。あ、足りない。ちょっと足りない。これで動かせる？え？え？俺がやんの？こんなクレーンキャッチャーの裏技みてえな。どうなってんの？これでいける？渡れそうか、確かめよう。全然、この、なんというの？あ、いけるわ、みたいな、こう、気持ちが、まるでないんだけど。この上にも行きたいんだけど、こっから行ける？
どっかから行ける？どっかから行けないか。こういう時ちょっとさ、なんか見上げるようにして見ちゃうんだよね、画面。意味ないんだけどさ。あ、ここ行けそう。無理か。無理か。どっか行ける？ここも行けないよね。でも上に人間がいるんだよな。こっちから飛ぶぐらいか。あ、ここか。え？いけるこれ。ここじゃない。どっか行けそうだけどな。人間とかコンテナとかがあるのがすごい気になる。あの上から行くのか。行けるのか。一回上行ってみるか。え、飛べる？あそこ。無理かな。無理かも。無理だな。これは、これはどうしましょうって感じだな。無理か。怖っ。無理だ。死んだ。死んでない。え、こんなんいけんのかな。どっかからいけるこれ。あれ利用すんのかな。黄色いのがそこにあるってことは、めっちゃ敵いない。あ、登れんじゃんそこ。木以外で減ってんのつら。ごめん、ちょっと。いた。そうやってガーフ化攻撃をさやってすぐにさ、やめろ、やめなよ。でもここ登ろうと思ったら登る足がかりがないんだよ。行けるじゃんじゃないんだよ。あー、やっぱあれか。あれ使うのか、これ使うのか。それぐらいしかないよね。行けんのっていうか、どこまで行けんのこれ。あ、割と割と。あ、あ、あれ、なんか納得って感じの。怖っ。いった。やばいやばいやばい。ちょっと多段ダメージはなしだって。
飛ぶな。すごい面白い。いってだ、もう見てない時に限ってくるんだから。はい、よし、これはいる。耳につけるアクセサリー。なんだなんだなんだ。外見変えるだけか。変えるだけだ。本当にあれなんだよね、装備によるなんていうの、効果とかじゃないんだな。人間が下か、下っていうか向こうか、ここか。いた。ネイティブを検知、すべて作戦通りだ。一箇所を無意見するんだ。作戦失敗、失敗。早い。即落ち2コマすぎるだろ。あんまりさ、まあ死を恐れないみたいな話はあったけど、そんなになんか知能が高そうな感じでもないんだよね。ただただどうなんだろう、物量とかその死を恐れないっていうのだけで、なんていうの、ここまで。あ、え、え、人類の遺産が失われたな。え、あ、なんかあるし、まあいいんじゃない別に。ち、すげえ辛辣なこと言われたけど、多少壊れたとてさ、よくない？人類助けるために来てんのよ俺はさ。それに比べればもうね、ビルの1個や2個ぐらいね、なんかあるしさ。相変わらず荒いんだよな。偶然、偶然じゃないと俺多分見つけらんないよあれ。ぶち壊せるんだ、いいね、楽しいゲームだよ。え、それができるんだったらさ、もう一個の方いける？これこっち。人類の遺産無理か。これあれか、街灯に引っかかってるだけか。あ、いける、いける、ぶち壊せ。なんもなさそう。ないな、ないか？なんかあるな。あるっぽいぞ。あれ、いける？いけんのかな？あ、違う。わかった。なるほどね。どっから上がる？これ。どっから上がるもね。困ったね。あ、さっき仕留めれたな。ちょっと待って、回復がない、回復がない。回復がないから。
や、面白。やれることを人類の遺産ぶち壊さないとできないことがあると面白い。いいのそれ。まあでもどうせさ、人類復興しますなんてもさ、そのままにしないでしょ。新しく作んないとさ、耐久性とかもあるからさ。ね。ね。ポジティブに行こうよ。ね。これでいけんじゃない？どうですか？これいけそうかな？やっぱなんかあれ、いいね。はい。レッドパッション。作ってみる。色変わるだけだろ。多分色変わるだけなんだけどな。赤色になるだけなんだろうな。作るか。あ、違う。え？あ、全然違う。え？え、めっちゃいいじゃん、これ。あ、いい。あ、いいね。一番好きかも。一番好きかもってもう2パターンぐらいしか2パターン目なんですけどね。いいじゃん、いいじゃん。かっこいい。あ、いいな。やっぱ、こういうとこじゃないと手に入んないんだな、こういうのは。これでいいか。危ない危ない。物理演算特有のあれが。よし、これでいけるな。らい時間かかったけど。よし、シカトシセプター。少しだ。ここを抜けた先にアルファがいる。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。